筋膜の流れっていうものがあります。で、広背筋っていうのは反対側の臀筋の筋膜とつながってます。はい。で、このクロスする場所っていうところが圧がね強くなるんですよ。広背筋とか臀筋の筋膜の緊張が強くなってくると、このクロスする部分っていうところの圧が強くなるので、で、ここの圧っていうのがちょうど、胸腰椎移行部ですね。はい。胸腰椎移行部のところに、痛みが出たりとか、だるさが出たりとか、しんどさが出たり、まあ腰痛でもちょっと上目の痛みかなっていうのが出やすかったりするんで、そこを、訴えてる方はこの広背筋をしっかり緩めるように僕は持ってったりします。それで改善する方も結構いますね。はい。臀筋緩めて広背筋を緩めると、そうすることで、ここの圧をなくしてあげて、腰痛っていうところが治ってくるよっていう風なパターンです。はい。これもね結構いたりしますんで、ぜひぜひね、考え方として、持っておいてもらえれば引き出しが増えるんじゃないかなと思います。